はいどうも、北の内氏たちのフェルトです。アルくんです。というわけで皆さん、たくさんの質問ありがとうございます。ありがとうございます。では早速、質問コーナー行きましょう。行きましょう。うわー俺そんな変わってなくね。いや変わってない。北の内氏たちの名前の由来を教えてください。名前の由来はまだ直せないんだけどまあ北が北海道で、内がおたげをする人っていう意味なんですけど、うん、まあ北海道出身のおたげする人たちっていう意味ですね。要はね、そうですね、簡単ですね。ハル君は名前の一部ですか？フェルトはどういう由来ですか？僕は名前の一部です。僕は、中学の頃に名前なんか決めたいなと思って T シャツに書いたのがそれです。唐揚げくん30秒で食べてみて。せーの。これレッドだから辛いんだけど。喋んの喋んの。ん？無理。いつもで私たちスパーにある支えてください。いつも見てくれてありがとう。アンスツロ大好きだよ。一番自信あるモノマネをしてください。3、2、1。マリオ。いや、ま、いや、ふー。ビビー。1億倍の速さで早口言葉を喋るペッパーくんのマネ。え。腕相撲勝負して。エリー、ゴー。よいしょ。やったー。やったー。フェルトはハル君のいいところ。ハル君はフェルトのいいところを聞かせてください。フェルトのいいところは、はい。まあ、僕が遅刻するじゃないですか。はい。そしたら、絶対遅刻してるんですよ。あー。だから、もう、切るタイミングが同じだから、遅刻した時ありがてえなって思う。あー、なるほどね。遅くて。生きてる、その世界のその流れが一緒。その流れは一緒なんだよね。まあ、僕がそのくだらないことで笑っても、まあ合わせてくれるところですかね、彼が。おお、笑えなくて合わせてるっていうか同じなんだよね。うん、あと僕に忠実なところっていう。いや、それ違うか。女の子の好きな髪型は？僕はまあセミロングぐらいの長さ的なのが好きですね。あ、ジャンル的にはまあポニーテールとか。はい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 、いいですね。まあこの下の方で結んでツインテール僕好きですね、特に。おお、下の方ね、下の方。いや俺そんなに髪型にあれはないんですけど、まあこれぐらいの長さでちょっとこう、クリッてなってる感じ。違う違う、そんなんじゃないこんな感じどっちかっていうと。これだけは譲れないっていう自分だけのこだわりはありますか？まあね、納豆で言うと、うん、俺は絶対醤油半分しか使わない。いやもう塩分取りすぎたら体に悪いから絶対半分までって決めてる。なるほど。まあ納豆で言うと、うん、まあ絶対ネギを入れる。まあ絶対入れます。絶対入れます、はい、絶対入れてる。納豆のこだわりじゃないけど。ハル君とフェルト君はガチ喧嘩したことありますか？いやまあまあそれはね、この前のあれはあの時は悪かった本当に。うん、ちょっと俺もガチになりすぎた。いやもう使わないよあの力。申し訳なかった本当に。好きな女性のタイプ知りたい。まあ僕はそのどっちかというとその綺麗めの人よりはちょっと可愛いっぽい。その、うん、ああなるほどね。あとは絶対条件として礼儀が正しい。あ、それは俺も大事。言葉遣いがちゃんとしてる子がいいですね。なるほど。僕は意外に対照的かもしれないけどサバサバ系の人が好きですね。まあなんか自分がなんかしようよって言ってももう嫌だって言ってくれるようなぐらい、はい、結構反発してくるようなぐらいサバサバしてる女の子が好きです。ああ、自分が女だったら付き合いたい男性 YouTuber は？僕はアバンティーズの釣り目くんです。あ、理由、優しそうだから。僕はカリスマブラザーズのジョージさんです。理由はイケメンだから。もし卵が一つしかなかったら卵料理何にしますか？たくさんあるからな。なぜおたげをしながらも YouTube を投稿しようと思ったんですか？もうおたげってやっぱ画面が暗いので。そうだね。もちろんその顔とかはね露出したいなと思って、そういう普通の動画からもまあおたげ動画をもっとね、うん、たくさん視聴してもらえばいいかなっていう至極真面目な単純な真面目な感じなんですけど、はい、理由ですございます。はい、今どっちも楽しいです。はい、お題を持ってやってください。はい、頑張ります。まあ、そう一気に100本ぐらい消したんですね。そうですね。まあ、高校時代に上げてたやつとか、まあ、作品プラスいろいろその単発の動画とかもまあそうですね、さっくり消して、はい、まあ消してしまった動画ももう一度ちゃんとした音源の許可を取って上げれるってなったら、まあ徐々に上げていくので、はい、お楽しみください。はい。タンスの角に小指ぶつけてください。もちろん小指、角で打つよな。小指、ドーン。いってぇ。音やべぇ。これ待って。体ありすぎだろ。これリアル。最近ハマっているアニメは何ですか？まああなたアニメはあんま見ないんで、まあ、僕は進めようと思うんですよ、最近のね。あ、それはちょっとありがたい。知ってるか分かんないんだけど、うん、まあそのドラえもんって知ってる？ドラえもん
ドラえもんっていうのが面白いからぜひ皆さんも見て、これ本当おすすめアニメなんで、うん、ぜひ見てください。いやーこれまいいねいいね、見るわ。二人の学生時代やってた部活は？僕は陸上部です。僕はサッカー部です。今流行りの中国のカメラアプリの目ぐるぐるしてるやつ撮って。セブンイレブン、ファミマ、ローソン、サークル系、ミニストップ、どのコンビニが好きですか？いやセイコーマートでしょ。セイコーマートでしょね。セイコーマートでしょ。だからキャベツ売ってるもん。そうそう、お惣菜売ってるもん。そうそう、だって弁当もさ、そこは高いんだよ。そこで作ってんだもん、うんね、いやセイコーマートでしょ、うん、中高生時代の黒歴史を教えてください。俺はあのナルトの、うん、あの放線下の術の印が入って書いてある本を見て、トイレでずっとそれを練習して、まあ、僕はその当時リボーンが大好きだったので、リボーンね、リボーンってアニメがあるんですけど、それが大好きで、そのリボーンに出てくるキャラの影響で、まあ、ずっとその学校に行くときに、まあ、舐めたくもないチッパチャップとずっと舐めてる舐めたりとかこじらせてんな。真顔でピカチュウの真似をしてください。ピカチュウピカチュウ。ハルくん、フェルトくん、最高の決め顔やってみてよ。はい、せーの。北内のファンのこと凡人とかオルタナーみたいに名前つけないんですか？募集中です。リスナーと付き合うのはありなし？好きになってしまったならあり。左に同じく、右に同じく、左も右も真ん中も同じく一つのオタゲー動画ができるまでが知りたいです。僕たちはその基本的にまあやりたい曲をやってますね、うん、好きな曲とかやつをね、で、はい、それを決めてその曲に合ったその場所選びをしています。まあその振り付けとか構成を考えますと、うん、まあ基本的にまあ統一に考えてます今の言い方だったら結構前々からすごい考えて出てこないからでそれ撮った後は、まあ、まあ、あとは編集に任せて、まあ、あとはポンって上がるのを待ってるということです綾野のちゃんに電話して。出るかね。もしもし。あ、もしもし。いきなりごめんなさい。いえいえ。ご卒業おめでとうございます。おめでとうございます。無事にね。無事にね。もうやっと終わったということで。はい。ラスト JK を。そうですね。これから JD ブランドになるんですかね。え、もう東京にいるんですか？もう東京にいますよ。今は？東京、ナウ。今東京、ナウ。ああ。じゃあまた。お時間あるときにご飯でも行きましょう。そうですね。はい、行きましょう。お互い東京なんで。いつでも。じゃあまた。ありがとう。じゃあね。バイバイ。ありがとう。ハルくん、10秒間だけ彼氏になってください。俺はお前と付き合って今もう4秒ぐらい経つか。じゃあまあ4秒記念日として今回旅行にでも行こうか。じゃあ箱根。フェイトくん、10秒彼氏になって。お前と付き合ってまたこうして一緒に年を越せるんだね。あ、3秒か。3、2、1、ハッピーニュー。幼稚園の時とかちっちゃい時の写真見せてほしいです。実際後輩ちゃんのこと好きなんですかっていうコメント多そう。多い。後輩ちゃんとはどうやって出会ったの？もともと後輩の女の子は、はいはい、うん、まあ、僕が高校の時に友達経由で知り合って、うん、まあ、そこからまあ大学も同じ東京に来たっていうことで、まあ、そこから仲良くなって、そこでフェルトとも出会うみたいな。そうですね、撮影で会いました。で、まあ、僕はその高校の時はまあああいうちょっと目立つ子がいたっていうのは知ってるんですけど、まあ特に話そんなに喋ったことない。僕は喋ったことないですね、まあ、大学入ってからって感じです。高校の頃からで、はい、後輩ちゃんのこと実はどう思ってるんですか？ぶっちゃけ後輩ちゃんのこと好き？後輩ちゃんのこと正直どう思ってますか？正直後輩ちゃん好きでしょ。いや、ねね、いや、もちろん好きです。好きだよ。俺も大好き。俺大好き。俺の方が大好き。俺の方が大好き。俺の方が大好き。俺本当に大好き。俺の方が、まあ、後輩として後輩として、うん、として本当に、ね、本当大好きよ。いや、俺も好き。俺めでたいもん。いや、後輩として、まあ、俺もめでたい、本当に、うん、後輩としてだけどね、後輩として、うん、いや、後輩として後輩ちゃんに付き合うなら、ハル君とフェルトだったらどっちが聞いてください。理由を含めて。じゃあ、電話します。さあ、さすがに俺だと思うんだけど。いや、俺でしょ。付き合い長いしバイトの可能性かな、これは。